どっこらセットどっこいショットババアかお前は。はい、今日からまぶしい美穂田のソフト成長日記美穂田のソフト成長日記始まります。イエーイ、じゃん。どうです意気込みは。意気込み、なんか怖い。怖いって何。怖いって成長できるか分かんないし、うん、本当にテニス未経験だから、うん、ね、どこまで上手くなるかもなんか分かんないし、ね、半年で1回でしょ大会。1回大会で。その大会が怖すぎて大丈夫、もう負けても。いや負けないよ、そこだけは。負けないんだ。負けたくないから。負けず嫌いだから、まあね、美穂さんのツイッターとか、まあ、コメントにね、いろんな方がアドバイスくれたらいいかな。これから上手くなるか分かんないけど、美穂さんにアドバイスお願いします。皆さんコメントお待ちしておりますということで始めましょうか。なんかじゃあスタート合図、パチンでも何でもいいんで、スタート合図お願いします。ゴはい、ってことで第1話ということなんですけど、今日はね、まあ、グリップの握り方、ボールに慣れてもらうためにいろいろやっていこうかなと思います。今日は OK、 まあ初日なんでね、まあ無理せずにやっていきましょう。はい、はい、じゃあまずラケットをですね、そのまま地面に置きましょう。地面、はい、はい、あ、靴の上でいいですね。靴の上に、はい、はい、置きましたね。置きました。はい、そうしましたらそのまま、はい、上から掴みます。そのまま、はい、で持ちましょう。そのままはい、はい、これがウエスタングリップといって、ソフトテニスでは、まあ、これが主に使う持ち方になりますね。ウエスタングリップ、そうですね、ウエスタングリップ、そう、ウエスタングリップってとりあえずね、今これだけ覚えてる、覚えておけば大丈夫だから。持ち方だけ、持ち方だけ、はい、でそれで、まあ、フォアハンドって言って、そう、そっち側、フォアハンドぐらいは聞いたことあるでしょ、なんとなく。バックハンドはでしょ。あ、そうそう、あ、そうそうそう、そうやって打つの。ソフトテニスはね、1個の面を使って痛いちょっと硬いみたいか分かんない。1個の面を使ってやる競技ですので覚えておきましょう。そう、そっち、まあ場合によっては裏面も使うけど、基本的にはそう、今は考えなくていいかな。そう、そっち側だけ使う競技になります。ということで、じゃあ早速ボールを使って、まずラケットとボールに慣れていきましょう。レッツゴー、レッツゴー、あゆたろうチャンネル。じゃあまず今から、まあボールとラケットに慣れてもらうんですけど、まあ、その初級編ですね。OK、 持ってこれを10回。まあそうだね、長い方がいい。10回これを4、5、6、7、8、9、10。おー、うまいね、意外といけるねじゃあ次はちょっと難易度上がるよ。次は今これやっ、今これから次は、おおくるくる回してるよ、くるくる。ひっくり返して裏表裏表で1、2、3、4って感じで10回やりましょう。はい、はい、じゃあどうぞ。数えてね。いいよ。あー、ちょっとしっかり。ちゃんとおかしいな。集中する。集中して。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。オッケー。うまいね。じゃあ次は地面でポンポンしてる。早いな。やります。あ、うまい、うまい、うまい、いい感じ。 OK、 はい、そうしましたらちょっと次難しいです。皆さんもちょっとやってみてください。今これ見てる子は多分小学生か中学生に上がったばかりの子たちに向けてなって、はい、でキャッチ、おー上げて
そう、すっごい急に難しくなってないな、ポンポンから上げて、キャッチ、この音が鳴らないように入れて、はい、やってみてください、キャッチする、そう上げて、キャッチする、ちょっと待って、上行かない、ちょっと待って、でこっち、あ、いけそういけそう、ダラス絶対靴に当たんのよもうこんなもんよで、キャッチ、そう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 、おで、コツはコツはね、この坂道をこう、球が転がってくる感じ、これをこのまま取っちゃうと晴れちゃって確かに、だからこの坂道をボールが転がってきて、でこうボールの軌道と一緒にラケットを最後に出す、だからこのままで、ボールと軌道と一緒にそのボールに逆らわず一緒に動いてあげる坂道をコロコロコロって転がって、ちょっと待って、だんだん遠くなっちゃってるよおお、できたできたできた、もう一回やってみよう、え、お、逆にすごいね何その新技何その新技、いけるよ、難しいね、急に難しくなっちゃった、急に難しくなったでしょえ、これさあなたなんで絶対靴でやったんのよ最初からこうしちゃってる、わかんない、だから今こうやって皆さんはボールがこう当たっちゃってるの、ポンって、でこのボールの落下速度と一緒に、落下速度と一緒にシュッ、分かってんだけど、分かってるんだけど、速度と一緒にキャッチ、速度と一緒にスッ、あ、分かった分かった、速度なんだけど、速度と一緒なんだけど、転がさないで、こうなっちゃって、結局当たるときに、こうなっちゃってから、この斜めの、斜めの転がす、あ、そう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 、今ので、今のでいい、いけるいける、お、できたじゃんまあ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 、OK でしょう、イエーイ、はい、ということで、まあ、ラケットとボールの、まあ、操作、まあ、いろいろあるんですけど、難しかった、今のはできるでしょ、ここまでは、最後が一番難しかった、最後のね、最後のね、ちょっとみんなも難しいかもしれない、全然できなかった、全然できなかったできるなぜ、まあ、これを家で毎日やってもらうという方には、はい、早く慣れてもらうためにね、はい、ってことで、まあ、今日は初回なんで、まあ、最後にちょっと試しにね、ボールだけ打ってみて終わりたいかなと思います。オッケー。どっか行っちゃう。まあ、とりあえず、もう、思うがままに打っていいんで、今日は。見たことあるでしょ、先生。うん、打って。パーンって打つだけ。フォームいい、フォームいい。パーンって。そう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 。やってみよっか、じゃあ。あゆ太郎チャンネル。見本として、フォアハンドとバックハンドっていうのをちょっと見せるんで、やってみましょう。フォアハンド。ここに当てればいいか。そう、もう構えてて。構えてて。前に出て、人がいい、これはフォアハンド、前に出て、そう、こっちの、こっちがフォアハンド、次バックハンドいきます、でバックハンドがちょっと難しいんだけど、これはまだ多分無理なんで覚えなくていいです、はい、さっき言ったこっちの面でやつね、1個の面の方で、裏じゃなくてもう慣れる慣れる、もう構えてていいんで、このままこれがバックハンド、バックハンドになります、まあ、いきなり多分無理だけどやってみようか、一回左手を、あ、右手をグッと、こう、そう、まあ、あれ、うめえないい感じ、いい、うまい、うまい、むしろで、待って待って、このタムラベントさ、なんかドキドキするいいね、いいね、
まいね、ばっかのやつみたいな。こっち待ってました。そう、こっちです。痛いよね。どっちよ、失敗してもいいから、最初から。まあまあ、そうなるよ、そうなるよ。まあ、そうなるよ。難しいね、構えてると難しいから、ね、リップ買って買ったやつ。面がね、こうなっちゃう。しょうがない、最初は。あゆ太郎チャンネル。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあね、最初なんで、まあ、こんなもんで、今日は。筋肉痛になっちゃうかな、ここ。どうでした、初めてのテニスは。難しいね。難しいよね。まあまだ全然。バックが。まあしょうがない、バックはね、まだ無理だよ、絶対。なんで音が違かった。音が違かった。ブーンみたいな。そのうちミホタもそうやっていい音が鳴るようになるから。ということで、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。じゃあミホタ。バイナー。早い。じゃあこの動画が。バイナー。早い。この動画がいいねと思ったら。それいらない。それいらない。はい。バイナー。ミホタでーす。チェスしてもらいます。のリモン、応援メッセージよろしく。